ご視聴ありがとうございます。ハレリアメディアチームの一徹です。ハレリアの杉です。大進です。ハレリアのサイン大好きヨノキです。はい、というわけで今回はもうみんな大好きオタカーの会。はい、もう何度目だという感じなんですが。もう数えることできない。いや、もうそろそろマチ君カードなくなっちゃうよね。そう。ないよ、もう。まあ、このオタカード紹介というのは、主に盗撮書戦、EDH でよく使われる、例えばソルリングとか、吸血の教授者とか、ああいうカードもいいんだけど、まあ、それとはちょっと違う。ちょっと、マイナーかもしれないけど、俺はこのカード好きなんだよね、とか、実はこのカード強いんだぜ、というお話をしていく回になっております。そうだね。はい。まあ、やりすぎてもうねえよっていう。それは誰の声ですか？僕だけですか？私はそう思います。俺も結構なんかネタは尽きてはいないけど、うん、だん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 ちょっとね、あの、まあ、普通のカードを出し始めてる可能性がある。可能性まともなカードを出してる可能性がある、うん、俺は。いやいや、今日も混ぜてもらったあれなんですけど、うん、僕はもう初回なんでまだまだありますよ。おお、まあ、さすがにね。せっかくなんで、ね、うん、だんだんこのオタクカード紹介のメンツが変わっていくかもしれないですね。あ、そうだね。じゃあまあ僕からいきましょうか、はい、お願いします。はい、僕が今回紹介するのはこちら、老練の探検者です。老練の探検者、はい、まあ、どういう能力かというと1マナ11で、このクリーチャーが死亡したら各プレイヤーは基本土地を2枚サーチしてきて自分の戦場に出していいよという能力です、うん、まあカジュアルな EDH やってると、まあ、誰か1人土地詰まっちゃったりとか、まあソルリング引いた人がそのままテンポ取ってプレッシャーかけて勝っちゃうみたいな、まあそうだよ ね、うん、ことがあると思うんですけど、このカード1枚があればちょっとじゃあこれで殴りに行くからブロックしてよってお願いしてブロックさせてもらえれば全員2枚マナ加速が進んで、まあ、ゲームのテンポが一気に変わると。はい、そうするともう最初からクライマックスみたいな雰囲気になって、まあ楽しいです。あとなんかその強いかどうかは分からないって言ってたけど、うん、まあでも立派にレガシーレベルのカードですから、まあ、そうあの肉ビットのキーカードの、そう、だ統率者だとやっぱり、まあ、全員にアドバンテージ与えちゃうってことで、うん、まあ、ガチレベルだとねなかなか使われないカードではあるんですけど、まあ僕はこれと一緒に敵対工作に出されていや、まあ探したければ探してもいいですけどとか言われて、ちょっと切れそう、切れ、いや、ちょっといい、ね、やめてやめて、あったまってしまった、やめてやめて、そう、そう、でも、このさ、ガチタックの中でもし五色ジェネラルとか言ったらさ、まあデュオランとかショクランの2のなんか精鋭だからこういうの持ってこられない可能性もある。そう、これがまたおもろいところは、まあ、どうしても4人で友達集めてやると1人ぐらいちょっとレベル合わないみたいな人がいたりするじゃないですか、うん、まあ、この時にこれぶつけるとそいつだけもう基本とじゃなくてサーチできなかったりするんです。はい、だからそう、意外とこれ1枚でゲームのデッキのパワーレベルがひっくり返る可能性がある。そうだね、うん、あとこいつはあれだね、その1回は多分どんな逃走者でも多分出せる可能性があるんですけど、やっぱその島と森だけ入ってるよとか、うん、まあ基本になる色各一色ずつだけは入ってるよとかあるけど、まあ、これをねそのリアニメイトしたりとか、うん、そのたくさん使うことによって自分がまだ伸ばしていくみたいな動きをした時にその相手がなくなっちゃう、強いデッキだけは追いつかなくなる可能性もありますよね、やっぱりこのカードは。で、まあ、このカードやっぱりいいところは人と交渉してちょっとじゃあみんなマナ加速したいよね、ブロックしてよって。確かに、でそういうコミュニケーションが生まれるのがすごく好き。考えたらこれ使うのも作為体が必要じゃんと思って全く対戦相手のこと考えてない。まあ相手に1、2とかがいてくれれば、まあ、そこで突っ込んでブロックしてくれ、ね、確かに確かに、まあ、自分の単純に死んでくれたら、ね、自分が一番最初に加速したマナも使えてお得だし、うん、でそのゲームの最初盤にコミュニケーション生まれるのが僕このカードすごく好きなところですね。やっぱり普段知らない人とよく EDH やるんで、はい、そういう時にこういうカードがあると、あ、この人はなんか話が分かる人だ。なるほどね、伊手さんですよね。伊手さん、やっぱ伊手さんですね。何を悪すぎじゃんね、もう一対三のゲームと信じてるから心が汚れてるね。もう誰ともコミュニケーションしたね、とりあえず多分でもね、もし俺と大臣が使ったら、あの伊手さん、これでアタックするから閉じましょうとか言って、あの3マナ起きてると絶対通す、絶対通す、マジで。そう、ダークリーチャルから、絶対交際いけるから。そう、エイブンマインドセンサーとか、そう、ありがとうございます。いや、我々は絶対こういう使い方する。杉さん、絶対これなんか出すでしょうとか、通しますよとか、普通に言ってきそうだと思う。いや、これは我々と伊手さんの根本的な違いかもしれない。これ確認なんですけど、出てくるとしてアンタップインですか？これアンタップインなんです。あ、いいね。じゃあ、危ないね。危ない。次から通すようにしましょう。ブロックしちゃダメだからね。行って、いいよ、もらいます。これ聞いたとブロックするわけないでしょ。まあ本来の使い道が、いつもそうやってるんですよ。やってない、やってない、やっぱちょっと作品代が必要です。作品代が
避けない必要です。なんかね、このなんか俺たちその一徹さんのイメージダウンになんかそのどんどんつなげこようとしてるからちょっとこれは危ない。あ、でも僕その土地の色が足りなくてこれ出してからこれに稲妻打ったことある。自分でそう色が足りなくて、いやサフリ大じゃないですか。まだ見るとあした上下何枚差つんでるって話だよね。自分一枚が失って人に回り出るから、そうまあ大損だけどしょうがない、青色が必要だったの俺にはというね、ちょっと、まあ、楽しいカード、はい、老練の探検者でした。はいはい、ですね、今回僕が紹介するカードは、まあ、いわゆるリセット系のカードの一つなんですけど、うん、あの最近世界日が解禁されて盛り上がってたりとか、うんうん、あとその世界日が解禁されたからもしかしたら星の揺らぎがワンチャンあるんじゃないかみたいな、うん、その話とか、まあ、いろいろあったりとかしたじゃないですか。いろいろあったことにしてくださいよみたいな。はい、まあ、いろいろありました、ね。はい、今回僕が紹介するカードはこちらですね、うん、世界粛清。おお、世界粛清、名前がもうすごい、はい、世界粛清だね、粛清するからね、マジで粛清するから。はい、こちらですね、シャドウムーンで出た、混成シンボルの、うん、後ろの混成シンボル8マナのカードになっておりまして、このカードをキャストすると、はい、全てのプレイヤーの場のパーマネントをハンドに戻します、うん、でその後、自分の手札が、全てのプレイヤーは手札が7枚になるように手札のカードをライブラリに戻してシャッフルします、うんうんうん、でその後、マナプールを全て、空にします。未使用に、使用できなくします、うんっていうカードになってます、うん、つまりこれを打ったら、マナを貯めていても自分がこれを打ったターンにマナを貯めていてもそのマナは使えなくなるし、全てのパーマネントは、ハンドに戻ってなおかつ手札は7枚の一番最初の状態までリセットされるよというカードになってます。なるほどなるほど、まあ、でも分かりやすく豪快なリセットカードとなってます、うんうん、そうではそのマナを貸すことができないということは、まあ、激動再稼働みたいなコンビみたいな使い方はできないんですね。そうそう、激動再稼働みたいなのはもちろんできないから、うん、じゃあこのカードってどうやって使うんだよっていうと、青とか白にはですね、一時的にゲームから追放しておくカードっていうのがいくつかあって、うんうん、このカードは、はいはい、あくまでその自分のパーマネントを全てハンドに戻すだけなんで、追放されているカードがターンの終了時に戻ってきたりとか、フェイズアウトしているカードがターンの終了時に戻ってくることに関しては特に問題がないんですよ。うん、そうなんで、はいはい、このカードが相性のいい統率者っていうのは、あれですね、料理を。自分のターンの終了時に追放したパーマネントを戦場に戻すんで、あらかじめヨーリオンなんかで自分のパーマネントをブリンクしておくと、追放しておくと、このカードを打ってみんな手札にカードを戻しました、手札7枚にしました、でその後にターンの終了時、じゃあ僕のヨーリオンたちがみんな戻ってきますって言って、うん、盤面が作れるよみたいなね、カードになっています。8マナだけど、かなりそう8マナだけどね、まあ、豪快なコンボがあるよっていう、うん、あれですね、統率者レジェンズ、ワルダーズゲートの戦いなんかでは、新しくアブドル・エイドリアンっていうカードが出て、あれも、あれですね、本来は白なんですけど、背景選択で青を選ぶことに、選べば、これで青白で打てるんで、あれですね、アブデルで自分のパーマネントを飛ばして、トークンなんかを出しておいた後に、これを打つと、アブデルで追放しておいたパーマネントが戻ってくる、なんてコンボもできるかもしれない。なるほど。なるほど。結構なんか、確かに。意外と、なんか、クソ重いけど使い道あるよっていう。でも、このマナコストを踏み倒さなきゃいけないのが、そう。難しい。確かに。8マナで他のカードって言うなら、なんかカード見た瞬間ね、さぞかし列内に使い方するんだろうなと思ったら、まあ大体想像通り。いや、それはそうだよ。それはそうだよ。いや、8マナのカードって唱えたらイコール勝ちみたいなもんだから。8マナ唱えたらね、ひどいことが起こらないと、ちょっと損してるから。いや、それはそうだよ。当たり前。そう。というわけでですね、はい、まあこんな感じでですね、使える、豪快なね、もしかしたら、なんかその、禁止でもおかしくないぐらいのテンションのカードということでね。確かに。打たれたことないけど、打たれた瞬間のこと考えると、もうやめたくなるかもしれない。畳みまーす。打ってやりますよ。打ってやりますよ。遊びましょうよ。打ってやりますよ。押す。押す。押す。はい。というわけでですね、こちら、はい、世界粛清でした。うん。はい。じゃあ、次は私かな。私さん、お願いします。使うのはね、まあ、ちょっとテクニックないカード、簡単なカードです。うん、こちらです。大牛の厄介者。おぉ。大牛の厄介者。3マナ、赤い、クリーチャー、多層の戦士。はい。ありがとうございます。すべてのクリーチャータイプを持てます。能力は簡単です。まず多層です。うん。あとはいずれ対戦相手が呪文を垂れるべきこいつにいちいちカウントを出せます。以上です。わかりやすい。わかりやすい。何時で言うならもう EDH だね。うん、備える対戦の相手の数が3倍になってるから、うん、こいつともう一つのなんか、あ、何のハイドラだっけ？オリジンのハイドラ。花くらいのハイドラ。花くらいのハイドラとほぼ同じで、でもあれよりは多層だから。クリーチャータイプが巡られてる。うん、普通にこいつ俺がやってる時はね1次カウンター18個乗ってるのが普通です。うん、まあそうね、こんぐらい普通です、うん、あとはみんなのカードパワーが高いほどこのカードが強くなる、うんうん、いっぱい唱えることによってバン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 大きくなる、うん、でこのパンチはねまずすざましい、まあ、赤いカードだから
マジでこの赤緑系のジュニアと相性抜群で、うんうん、あとなんか真ん中にもたまにこのタスの戦士によってあの巡られるね、なんかティタニアのソウルとか、うんうんうん、俺エルフだぞとかって言って、ででかい拳で殴ってくれる、うん、いやこれねマジでシンプルな納金カード、まあ、最高。あのねこれねマナくらいのハイドラとね同じなんだよ。あのこのカードあの特に能力を持ってないところが一番厄介で、うん、あの脅威としてはめちゃくちゃ低いんだよ。その除去るかどうかって言ったら、はい、こっち殴ってくるか分かんないから別にいいやってなるんだけど、そうそうそう、パワーカードの打点で見るとすげえ高いから、いや本当にこれはね、まずあのさっき言ってさみたいな明らかな政治が必要なカードではなくて、うん、あの実は政治カードなんだけどみんなにスルーされる、うん、いやこれねこれ本当腹立つ、ね、みんな殴ることあるよね。あります、あります。俺も散々殴られたよ。あのよくね逃走者デッキとかでね対戦してたのに、そうそうそう、よく入ってるから逃走者デッキこれ3万だからマジで3万だって信じられないぐらいの軽さ。それで言うとこれそもそも構築でちょっと使われてたからね。いや本当に、うん、カードが実際結構強いんだけどもう3倍ぐらいの強さになってるからね。いや本当に、うん、いやこれはね、うん、いいんだよ、本当にいいんだよ。そういや、これはね、本当にやばい。これ1枚で負けるゲームあるから。安い、50円。そうね、50円。これ1枚出して、いや、気づいた時もマジで何もできなくなっちゃう。うん、もう、状況はね、案外追いつかない。うん、でかいから。まあ、このカードとコンボパーツが場にいた時に、どっち倒すのって話になってた。いや、その通り、コンボパーツの方が絶対最初に死ぬから。あとはなんか、他のジェネラルに頼ってるデッキのジェネラルとか。うん、あとこの、何回でも言ったんだけど、赤緑系の殴るジェネラルは、別にジェネラルにあんまり関係ない、うん、ジェネラルなくても勝てる。まさにジェネラルをサポートするカードがあくまでその打点が高いカードだから。そうそうそう。こういうサポートするカードなくても、本体1枚1枚のパードカードパワーが高いから、当然、まあ、全熟はできないんだけど、ピン熟には全然、なんか、耐性が高くて、うん、1枚で勝つかもしれない。うん、プラス1カウンターですよね。プラス1カウンターだから、当然オゾリスみたいな。オゾリスはね、もうやばい。そう、ジェネラルダメージがいきなり見えるようになっちゃう。オゾリスとかもやばいし、あとは、なんだか改善とも一応シナジーがあるし、あ、改善だね。そう、こう緑だとプラス1カウンターが乗ってるクリーチャートランプロエルとか、まあ当然バイゾンの季節とか、ね、こういうエンチャント系が毎回カウンター2個乗ることになっちゃう。より良い品物でこれ作って20枚ドローされたら終わったと思ったこれはコンボカーツだと思えた方がいいかもしれない。やばい、コンボパーツだわあ、じゃあ単なる納金カードではなくてコンボパスカードです、うん、かなり強いと思います。いや、あの無難のカードが一番いい、うん、どんな敵でも入れる、うんうん、まあ、部族でデッキを組んだ時にも邪魔しないし、まあそうね、あのカードのあれですね、普通にパワーってわけじゃないけど、まあ、マナレス仕様的な感じで選んだ時も全然、うん、そう、なんならマクサスでこれデッキから出るわマクサス出る、マクサス出る、マクサス良くないこいつ全くゴブリンと関係ない。仮想があらゆる手段で悪用できる。いや、本当に、うん、めちゃくちゃいい。みんな使ってみてください。はいはいはい、ではいいですか、お願いします。はい、じゃあ最後ですね、トリオを務めさせていただきます、はい、今回ご紹介させていただきますのはこちら、陰謀団式処置。おお、これは一体何が誰ってなるよね古いね。これ僕以外の人が打ってるとこ見たことないです、うん、で僕も打たれたことないので、うん、みんなこのカード多分知らないと思って、まあ、オタク語りってことでね、ちょうどいいからご紹介させていただくんですけども、まあ、何が起こるかっていうとですね、7物の操作にってことでそこそこ重いんですけど、うん、自分のコントロールするパーマネントの中で最もワナコストが大きいものの点数分だけ僕以外全員ディスカードです、うん、僕以外か。そう、はい、なので6マナのジェネラルとか使ってると6、7っていって、まあ、6枚、6枚、6枚ディスカードみたいな、お、まあ、それだけでも結構強力な効果なんですけども、うん、野陰明神よりちょっと弱いからみたいな。ああ、はい、でもまあ操作だね。で、これをより強く使う方法がありまして、どう使うかっていうと、ね、うん、こういうジェネラル使ってるんですよ。目覚めし深海レクシャル。レクシャルだわ、うん、まあそうだね。レクシャルはね、まあ、まあ、陰キャジェネラルとして知られてるんですけどもこれ何が起こるかっていうと、うん、6マナ58沼あたり島あたり、うん、で、ダメージが通った時にダメージを受けたプレイヤーの墓地にあるインスタント化操作をタダでプレイするっていう方法があって、これね、普通にやってると結構青とか黒が多い展開だとね、結構殴って追放したりバンバンできるんですけども、意外とその緑とかが多いとなかなか墓地に落ちないってことで、まあ、6って言って7って打って全部墓地に行ってもらって、その一番強いスペルがあるところじゃ殴りに行こうかなって感じですね。なるほどね。6、7ってテンポの良さは相まって僕はすごいこれ気に入ってます。確かに、うん、確かに、うん、まあ、6枚もね、ディスカウントされたら大概ゼロですから、ほぼ負けるから、その上一番強いスペル唱えられるからね、もうたまったもんじゃないって、うん、確かに。
これ僕の周りのいろんな人にトラウマを与えてるカードなんでこれ一度食らったらね、もうこれね、これ夢に出てきますよ、マジでイラスト怖いよね、イラスト怖いし、はいはい、なんか意味わかんない、陰謀団な、陰謀団っぽく感じますね。本当にでも特殊な状況なんですけど、本当はヤイミョージュに使った方がね、8マナだから強いんだけども、うん、こういうその6マナとか5マナぐらいの重くて墓地利用できるジェネラルと組み合わせるとね、すごくいいカードなんで、まあそうだね、そう、そういったジェネラル使ってる方はぜひ採用ご検討ください、うん、実はターグリッドカードなの、そう、ターグリッドカードね、確かに、はいはいはい、なるほどね、うん、実はターグリッド対戦相手が手札捨てて、うん、まあそこにパーマネントカードだったら戦場出てしまうという、そうね、はい、今もうそう、ほぼ全て黒のカードタブリッドカードそこういうケですとか、うん、サクリファイスとか、まあ、タブリッド本人が5枚だから、まあ、5枚全員捨てさせて、まあ、15枚の中からパーマネントが出るよみたいな、うん、そう、いや、それはやばい、やばいですね、はい、ということでじゃあ陰謀男子処置でした、うん、はい、というわけで、まあ、今回もね、まあ、結構なんか両極端なカードが集まったかなと、そうなの、なんか、どうだろうね、仲良しカードと、ね、俺は仲良しカード、お前はゲームをどうしてこんなことにしどうしてこんなことになってしまったのかなんでこんなことするみたいなやつ、まあカードも、まあ、ちらほら見えてはいますが、まあ逃走した戦だし、まあ個性的なカードが集まったんですかね、うん、そうですね、まあそうです、うん、まあ、たまにはちょっと最近ちょっとまともなカード紹介しまくってたから、そうね、まともか、まともカードまたパンチが足りないとか言われる、言われるから、わかりました、そう、出した顔出した感じね、そう、はい、ちょうど良かったのかもしれないですね、はい、はい、はい、というわけで今回もオタクカード送っていきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。もし中に気になるカードがありましたら、ぜひハレリアの通販サイトで調べてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ハレリアメディアチームの一徹と、ハレリアの杉と、大臣とサイン大好きアラジがお送りしました。またね、バイバイ、また今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。